はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はクランの都終末合戦、なんとなんとドラゴンの崖、行って前回できるようになったっていう噂を聞いたので、今回そちらをお送りしていこうと思います。ガガジンのケスケ実況のケスケです。ポン！ということで、なんとなんとドラゴンの崖ですね。まあ設レベル低くても、まあできて2手前回だったじゃないですか。なんですけども、何やらね、ついに1手前回ね、運が良ければできるようになったっていう噂を耳にしましたんで、今回はね、そちらをお送りしていこうと思います。なので、カカ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、クランの都終末合戦、ドラゴンの崖どうやって行って前回するか、そちらでお送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。編成がこちらですね。先日動画でご紹介いたしました。スーパーディガー編成となっておりまして、まあ、フロストの呪文も3枠になって、2発詰め込めるようになったしっていうので、まあ、言ってしまうとフロストの呪文で強い防衛施設に落としていってあげて、あとはスーパーディガーを流していってあげるだけっていう、そんな攻め方になります。で、ドラゴンの崖もね、これね、簡単に2手前回できるようになったんですよ。なったんですけども、うまくいくと、1手前回できるんですって。で、条件がありまして、条件その1が、はい、こんな感じで、もうテンプレ配置、配置何もいじってないね、初期の状態のままっていうのと、まあ、キャピタルホール10、都ホール10で、施設全開放、された村なんですけども、施設レベルがね、そんな育ってない村。はい。だと、運が良ければ、一手前回できるっていう噂を耳にしまして。で、ポイントが、さらにね、もう一つありまして、もう、スーパーディガー流したら、あとはもう、運ですって。もう言ってしまった、スーパーディガーの分散次第では、運が良ければ、一手前回できるみたいな噂を耳にしたんで、実際にやってみました。はい、もうこっからはもう、運です。いきますよ。まず、ショットで、まあ、最初の、スーパードラゴンの基地に落としてあげて、で、ブラスト棒ですね。落としてってあげます。で、あとはスーパーディガーを入れてってあげて、はい。あとは見てるだけです。自分も、本当に行って前回ワンチャンできんのかなと思ってずっと見守ってました。ずっと見守ってってあげて、でもさすがにね、行って前回は本当うんって聞いて、いや、それはもう本当 0.00%の確率でしょって。思ってね、見てました。で、まあ、こうやってね、まあ、施設レベルそんな育ってない村だったらワンチャン行って前回できるんですけども、まあ、それでもさ、テンプレ配置で施設レベルそんな育ってないとはいえ、行って前回ってさ、まあ、無理じゃないですか。ドラゴンの崖って。で、やっていきますよ。で、はいはい、ちょっといろいろ分散してますよね。あ、これ見て、もう、きつそうだなって思って見てました。もう、結構もうこの投げで結構いろいろ分散しちゃってるんですよ。さすがにもう無理そうだなって。はいはいはい、もういろいろ四方八方になんか分断されちゃってますよね。で、こっちはうまいこと、キャピタルホールに集まってってあげて、こっちから上下に分散していきます。はい、もう無理そうっすね。はい、きつそうですね。もう上のスーパーディガーは多分スパドラに、はい、焼かれてって言ってあげて、もう死んじゃいますね。なので、これはもう、あとは、下のスーパーディガー頼みですよ。上のスーパーディガー、はい、死にましたね。死んじゃったんで、もうこっちです。なんすけど。まあ、スパービズの攻撃とかさ、当たったりとかさ、もろもろやっぱ攻撃当たってくるんで、もうちょっとね、スーパーディガーやっぱ、さっき分散しちゃって結構やられちゃったりとかして、で、ボムタワーの爆弾にも当たるんですよ。なので、はい、もう、HP も赤ゲージのスーパーディガーたくさんいますよね。ちょっともう、ちょっと無理ゲーな追いにしますよね。です。はい、スパドラ集まってくる。で、埋まっては、タゲ外れて、みたいなのを繰り返してって、行ってあげます。で、これで、ただ、なんとなく右下見るとね、星2の 70% 台まで乗ってます。乗ってって、はい、いい感じに、で、なんかこっちも分散していくんですよね、また。はい、運要素。運要素。出ました。これもっとまとまって動いたらね、もっと違った結果になるんじゃないかなって思いましたが、ただ、上に行ったスーパーディガーが、なんかね、死んだ時の爆破で、
ついでにね、なんか大砲とかもろもろ壊してるんですよね。はい、壊した。で、あとはこっちね。こっちこっち。で、こっち。はい、はい、スパドラと、スパビズの塔が当たってきます。もうしんどい。はい、ここ運要素。ここのスパドラが、近くにいるかどうか。で、今回近くにいたんで無理でしたね。で、仕方ないんでライトニングの呪文。はい、落としてってあげて、いってあげると、さあどう？こっから、スーパーディガー。最後死んで爆破でやっていくと、はい、ご覧ください。1点目でドラルゴンの崖全員施設解放、なんとびっくり、星2の 98% まで伸びました。はい、これもう残ってる施設がもうここと、もうここだけだったんですよ。なので本当に噂の通りワンチャンドラゴンの崖一手全開できるっていう、ワンチャン本当運による、めちゃくちゃ運が良ければ一手全開できるっていうのが伝わったんじゃないかなって思います。はい、なので2手目はね、もうスーパーディガー入れるだけですよ。いや、びっくりっすよね。ドラゴンの崖がなんか一手全開できるようになるなんて、全施設解放だよ、全施設解放で言って前回ワンチャンあるっていう未来がやってくると思いもしませんでしたね。で、さっき見せたリプレイあるじゃないですか。その前にも一回ね、別のクランで一回やったんすよ。その噂を耳にしてて、本当に言って前回できんのかと思って。これ別のリプレイです。別のクランにのドラゴンの崖に対してやってみたんすよ。実際こっち見てみますよ。その噂を耳にしてね、やってみて。で、あそこまで伸びなかったんですよ。星2の 98% まで伸びなくて、本当に一手全開できんのかなって思って、まあ、とりあえず噂程度なんで、ちょっとまあ、ボツにしようって、ね、動画に、まあ、しなくていいかなと思ってね、ちょっとやめてたんですよ。やめてたんですけど、さっきのあのリプレイ撮れちゃったんで、あ、本当にワンチャン一手全開あるんだと思って、今回ね、動画にしました。で、さっきのリプレイの前にね、これ半信半疑で攻めてる時のリプレイです。はい。ほんと運ゲーっていうのがよくわかると思います。結構ね、やっぱね、分散の仕方がね、ほんと運による。なんかここら辺とかさ、はい、もう結構3つ3方向に散っちゃってるんじゃないですか。こういう運ゲー、あ、これはい、もう4方向にも散ってますね。だいぶ散ってるんですよ。さっきみたいに、さっき中盤あたりに分かれても2手とかだったじゃないですか。これも中盤でもう3つ4つに分散しちゃったりとかしてるんで、そういうのが本当なければワンチャン一手全開できたんだろうなってちょっと思いますね。はい、これもちょっと3方向ぐらいもう分散してんかな、上の方。あ、こういう風に分散はするな、一応。でもちょっとやっぱ分散の仕方読めないんで運要素にはなるなって思います。さあ、これさ、ここまで残ってる。こっち方向は？あ、もういないですね。あ、でも、そうだね。こっち方向をちょこっと壊してって言って、で、なんやかんやこっちの方には回っていくんですね。特徴としては。回ってくる特徴。あ、そうですね。さっきのリプレイと同じようなちょっと展開が、ちょっと若干違うんですけれども、少し似た展開には一応なりますね。で、そうですね。こっちの方向に逃げてってあげて、スパドラが、はい、こっちの方向に、引き寄せられてるっていう感じなんで、一応似たような展開にはなります。分散してても。似たような展開にはなるんですけども、やっぱりあそこまで、さっきのリプレイぐらいまで伸びるのは、やっぱ本当運要素あるなって思いますね。ああ、いやー、やっぱそうだね。はいはいはい。そうか、で、こっちの方向に流れていきましたもんね、さっきもね。やっぱこう流れるんだな。あ、でもスーパーディガー1体しかいないのか。はい。なのでやっぱ運ですね、これ。なので、今回は、星2の 78% で終了といった流れになりました。さっきのリプレイの前に攻めたリップですよ。で、これで攻め終わって、なんだ、星2の 78%、やっぱ、ね、やっぱ結局運要素強えなって思って、ちょっと動画にしなかったんですけど、さっきの星2の 98% が生まれたんで今回動画にいたしました。ほんとワンチャン全開あるよっていう動画です、今回は。いや、でも、ほんとドラゴンの崖楽になりましたよね。ドラゴンの崖散々いろんな攻めのリップ、編成ね、紹介してきたんですけれども、ちょっとミスると3手全開とかになってしまうんですよ。今まで紹介した編成って。
ちょっとミスるとね。なんですけど、こんな確実に星2の、星2じゃない、二手全開できる日が来るとは、思いもしなかったですね。これ調整入んのかな？スーパーディガーマジ、ちょっと調整入んないでください。入れないでください、公式さん。ケースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、ということで今回はですね、なんとなんとドラゴンの崖、運が良ければ一手全開できるようになったよっていう、そんな動画お送りしていきました。いやー、いつか一手全開撮ってみたいですね。もしドラゴンの崖スーパーディガーで一手全開できたよって方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube のコメントなんか、もしくは Twitter の方でご報告の方よろしくお願いいたします。あ、Twitter で報告するんだったらぜひ動画載せてください。マジでちょっと見てみたいなって思います。はい、ということでこういう風にガガ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。